見せ者安全衛生管理者は、日本の建設業の現場のうち、特定の工種において、小規模な現場の安全衛生管理を、見せ者より、主導支援するものである。建設業に属する事業の元型事業者のうち、一の場所において、以下の工種にかかる作業を、一定数以上の労働者及び関係受け入い人を、使用して行う場合は、これらの労働者の作業が、 同一の場所で行われることによって生ずる、労働災害を防止するため、店舗安全衛生管理者を選任しなければならない。随道等の建設圧縮工法による、作業協力の建設主要構造部が、鉄骨作りまたは、鉄骨鉄筋コンクリート作りの建設物の建設、元型事業者は、作業の開始後地帯なく、選任した旨および停車安全衛生管理者の、氏名を、 作業場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。安全衛生管理に係る多職と異なり、行政の監督について特に規定は設けられていない。常時20人未満の場合や、特定の講師以外の講師においても、偽者安全衛生管理者の選任、報告義務はなくとも、現場の安全衛生を統括する必要があるため、 店者安全衛生管理者を選任しておきながら、労働基準監督署長に特に報告を行わない場合もある。これは、労働安全衛生法の規定以上の安全衛生管理を行っているということになる。稀に店者安全衛生管理者を選任しておきながら、労働安全衛生法により、選任義務のある安全衛生推進者の選任漏れをするケースもあるので注意が必要である。 店社安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者が、統括管理すべき事項を担当する者に対する指導等を行わなければならない。協議組織の設置及び運営を行うこと。作業間の連絡及び調整を行うこと。作業場所を巡視すること。関係受け置い人が行う労働者の安全または衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを状態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元型事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係受けを委人が、労働安全衛生法またはこれに基づく、 命令の規定に基づき構図べき措置についての指導を行うこと。全覚悟に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項また以下の職務を行わなければならない。少なくとも毎月1回労働者が作業を行う場所を巡視すること。労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。協議組織の会議に随時参加すること。 上記第5号の計画に監視動画の装置が構ぜられていることについて確認すること。偽者安全衛生管理者が事故等でその職務を行うことができないときは代理者を選任しなければならない。以下の資格を有する者のうちから選任しなければならない。衛生管理者の免許を有さなくても選任されることは可能である。ありがとうございます。